どうもクニオですさあ今日はついにそっち来たかというところに行きたいと思っておりますお付き合いくださいえー、とおそとらく私人生最初のアイドルアイドルかどうかということは置いときましょうまあスター最初に自分が好きになったスターですね原辰徳についてお話ししたいと思います行っちゃいましょう原辰徳 ねえ、もう今、読売巨人軍の監督ですね。もう3回目の監督やってる最中で、えっ、ー、と、これが今2020年の2月末に入ってますから、3回目の監督を2シーズン目ということになります。ね、原辰徳さんね、監督のイメージも今の子たちはみんなそうでしょう。読売ジャイアンツ、そして WBC。えー w ね、優勝なんていうのもあれも2009年ですからねそりゃあ,あれだ年齢重ねるってわけだねまあいいでしょう置いときましょうねえ原辰徳僕やっぱ最初に知ったのは小学生だなありゃな <laughs> ありゃなだってね後楽園球場ね当時まあ 野球うちの、ね、父親とかと見に行ったんですけど行ってたんですけど、まあ、そ,のそ,れがもうそれがきっかけだったのかその前から知ってたのかも,非常に怪しいですもん記憶がな,なぜかというと原辰徳1980年にえっ、ー、と松に読売巨人軍入ってるんですよね。で81年にデビューなんですよ。 で僕その時はやっぱ5歳6歳ですから、うん、本当に記憶が曖昧、うん、まあそんなもんですよねそんなもんだと思いますで、えー、小学生ぐらいの時、えー、とおそらく80年代のエンターテインメントでポップミュージックよりともすれば子ども大人含めて人気のど真ん中だったのはプロ野球ですよ 本当にそそれはそう。今の人は信じられないかもしれないけどでプロ野球のスターというのはあの国民的なスターになっている時代です1980年81年どういう時代だったかおさらいしましょう、えー、80年に実は長嶋茂雄監督というのが辞任する年なんですよそして王、えー、貞治選手こちらに、ね、王貞治さんのアルバムなんていうのね 実際に帰っての実は野球のもいっぱいあるんですよ。で王貞治さんも現役を引退してます。それでプロ野球人気どうなのこれからジャイアンツどうなのなんていう時にこれ面白いですね時代って原辰がジャイアンツに入るんです、ね、当時は中畑清がその長嶋的なねなんか人気をこう引っ張っていくのかななんていうムードだった だとと思いますすすそれちょっと曖昧ななもうででに記憶なんです、ね、小学生時代に気づいてから小3ぐらいだと思うけどあの後追いしてますからなんかちょっとその記憶というところとはちょっと違うんだけどまあそうなんです。で僕らの時代は当時ねあの原辰徳のり CM で,でプッチンプリンだったかななんかハラハラドッキリみたいなで出てるんですよ。 やっぱりねあのかっこいいんだけどちょっと可愛らしさあるっていうねこれが多分スターなんでしょうねこれがねそれ原津さん持っててこのなんというのかなぁ応援ですよもう波乱が失敗してる姿見たくないんですよねそういう気持ちになっちゃっただからクロマティ入ってきてとかあと吉村ね 吉村とか出てきて、腹の四番を脅かすわけですよね。腹立つのりの四番サードを脅かす。まあ、後にたくさん脅かす人出てくるんですけど。まあ、直近、の時代はクロマティ吉村だった気がしますね。それもちょっと活躍してほしいんだけど、そんな腹ほど頑張んないでみたいな気持ちの。巨人ファン、だから、多分腹ファンなんですよね。 その時はね、だからあとんつうか中盤晩,晩年になってくるのかな92年をえて1993年長嶋監督が復帰された年以降というところその辺にも落合い広光獲得、まあ、広沢ハウエルみたいなねところ獲得になっていったのタイミング見てると、うん、まあ 僕は正直あの何をしてくれとんじゃい長嶋さんと思った派ですよそれぐらいねなんかは腹が見たかった、うん、で野球知らない人に彼の魅力というところを野球知らなくても分かる魅力というところをお伝えしましょうえっとね当時さっきも言いましたけど野球選手が80年代はまず間違いなくアイドルを兼任してた気がします その中で腹立つ佐田岡ととはちょっと違うまた荒木大輔ってヤクルトに入ったピッチャーいるんですけどこれともちょっと違うやっぱサラブレッド感ですよ、ね、これをス,スターでサラブレッド感あるっていいんですよ、まあ親父が三粒さんっていうねあの東海大、ね、相模のねス,スーパー監督スーパー監督って言わないか、ね、あの名物名物というか名将でいいね名称ですね。 その中でもちろん漏れなく、えー、トレーニングをして、ね、影響を受けて、えー、今があるわけですけどピロローンはいいんだよ。でやっていかなきゃいけないところを全部クリアしていったんだけれども読売巨人軍という名門に入り最初のラッキーはいくつかあったんですよセカンドでデビューして中畑がその4月のうちに怪我したのかなそれでサードに入れてみたいな。 そこで坂本隼人もあったんでそういうのってかスターってそういうのるんですよ。二岡が当時いてショートでいきたいんだけどセカンドでやらせようかなって言ってたんだけど二岡はね怪我ともう一つちょっとうんちょっとあったんですよ、うん。なんかモナ的なやつ。うん、<laughs> ねでもそれだけじゃないと思うよ。それだけに、ね、坂本も実力があったから。でも何が言いたいかというとそういうなんか幸運プロの世界ってそうですよね。 あのポジションの取り合いにもうなってるわけですから空いた時に先陣以上の結果を出せば戻ってきた時に先陣というのはあの椅子がないんです椅子取りゲームですかね、うん、でもやっぱ9つポジションがあるまあ正確に言うと7つなんだけど野手で言うとねピッチャーキャッチャーは戻ってきて簡単にできるわけではないからなるほ大谷とかちょっとああいうのは異常ね 議場 <laughs> というかすもう超ド級、うん、ゴーサインつかないやつ超ド級、うんねじゃあ続きましょうで腹立つのも漏れなくそこで入り4番サード長嶋というところと4番サード原というところが継承されていくわけですよでもジャイアンツはその原がデビューした年というのは日本一になったのかな 牧野マ,マリアが大好きな日本ハムと日本シリーズを戦い、えー、と読売巨人軍が優勝するという年デビュー。で3年目1983年にはあ MVP 打点王なんていうのをね原辰徳とって名実ともに読売巨人軍の4番これから中島王の記録を塗り替えるんではないのかみたいなことを言われたんですけど1986年ねこれホームラン王争い。 まあ、バース、ね、バースかけお岡だなんて言いますけど、当時バースと争っていた後半戦にファールボール、ね、なくなってしまいましたけど、津田投手、広島東洋カープの、ね、ダンバラルルちゃんが国家斉唱した広島カープですよ。ね、<laughs> うるさいね、俺ね。そのファールボールで骨折してるんですよ。でそこで先 1986年は、ま、タイトルも取れず、確か2割8分86輪36本、86だったんだったかな,な。そんな数字で終わるんですけど、それが実はホームランスキャリアハイなんですね。で、翌年はジャイアンツ優勝を監督で念願の1 9 8年優勝するんですけれども、あの、清原ね、引きいる、セーブライオンズに、 ね、日本シリーズで敗れ、ね、ファーストベース上で涙する清原なんていうのがあった年ですね、まあ、この年桑田真澄というのもあのブレイク考察2年目でブレイクしていまして、ね、江川卓が引退を決めなんていうところで、まあ、時,代時代の流れというのかなそういうのがちょっと一つ一つ節目になってったのが87年8年だった気がします松本忠もその88年とかで確か引退されていらっしゃいますし。 青い稲妻ですね,ね巨人の話長いんだ俺 <laughs> 他のも長いだろっていういいだろうで <laughs> 腹に戻しますけどで89年とかはもうドラマがあって、えー、全然打てなかったりしたの藤田も藤田元氏監督にね大貞治監督はそこで、ま、解任されちゃったんだけど88年の段階で,で89年藤田監督になり、えー 斉藤ま勝、ねまあ、桑田もそうです、牧原も当時、宮本なんていうね、今ピッチングコーチやってる左のピッチャーもね、十何勝、あそ年あれだ5勝だ90年に14勝するのかな、もう大活躍しましてね、うん、こうだとかね、木だ、ね、めちゃくちゃ完投数が多かった年ですね。 で、その時の原監督は苦労してまあ日本一巨人最終的になるんですけど原辰徳というところで言うと日本シリーズで第5戦ぐらいまでどうしようもなくてで、6戦で満塁ホームランフェンスギリギリなんていうねこういうのも全部多分 YouTube で見れますようーんいい時代すごい時代当時はまあね録画してなかったらもうダメだっていう録画してたのかよってしてたんだよ <laughs> 好好き好きな人ってそんなもれで,すよでちょっと僕あの高校時代だけ軟式野球部中学時代もやってたんだけど中学時代俺中1で入って3日で骨折しちゃってそうね誰にもバレてない野球部生活っていうね、まあ、それで6月ぐらい復帰するわけにいかなくて、まあ、試行錯誤して陸上部入ったんですけどねあの走り込んどきいい球投げれるだろうなと思って。 そしたら走るだけになっちゃったんですけど、で、高校でもう一回野球やりたいなんて言って、ね、野球やったらもうフォーム全部腹の真似ですよ。右は腹、左は篠塚の真似をするっていうね。うん、でも、うん、真似が一番いいからね、一本だけで、ね、左中間を抜けるツーベースを打ったことがあるんだけどね、あの時ににんか原の気持ちになれた気でしたね。さあ、そんな形でございまして。 そんなにこのね腹の,た腹の話多分ニーズがあのそれほどないと思いますんで、えっと、今日はこの辺で切り上げますけれども原辰徳のアイドル的な魅力をまとめて終わりましょう、まあ、僕の時代のースーパースターというのはプロ野球選手だったでそこで原辰徳というのが輝いていた時代を僕は子供時代過ごせたということですねでそして、えー、年齢的社会的に大人と言われる年齢になり 原田つりは引退しましまた僕が二十歳の時が1995年ですからね引退し自分には続きの夢があるという,う引退のスピーチ、ね、がありまあ涙なしには見れないですよでああこれでなんか自分のもう憧れていた一つの時代っていうのは終わったなっていうのは感じましたそして後に助監督、まあ、コーチ助監督監督で 巻き返すんですよね。うん語弊なく言わせれば今ね野村監督野村さんね亡くなっちゃったけど彼とかにはどういうふうに言われてるかわからないけど僕の見てきた中では藤田元氏監督に次ぐいやーともすれば結果ではもうそれを塗り替えている一番の名将ですそこまで原辰徳監督はあ今来てると思います。 ね、1958年生まれの 7,、ね、7月22日だったかな原監督の誕生日。こういう人な見れて今もなお、ね、今キャンプやってますしこれからシーズンね来月は開幕しますから今年はオリンピックですから早めの開幕なんていうことになってるんですけど、ね、そこを見れるあと考え方采配。 やっぱり監督は代理でね、あの選手、コーチ、まあその、そこのスタッフも含めてですよね、すーげえ繊細に息,がかかっ息をかけている、息をかけているってちょっとやらしいか、ちゃんと自分の中に意識のある、そういう監督なんですよね。他の監督も多分、近いと思いますよ。でも勝負のの世界というのは結果が全て その結果を今現役の監督の中で最も残しているのがこの原監督ですよもうそこが僕としては自分ののことのよううに誇らししい、まあ、それがファンなんでしょうね、うん、プロ野球そして音楽さまざまあのー、共通することなんですけどもエンターテイナーというところはあ自分じゃなくても自分と同じような感覚で細部に神経を めぐら張り巡らせるこれができたら超一流なのじゃないかそんなことを思わせてくれるのが原田つのりという男です。まあ、僕はあまり張り巡らせているのがポイントポイントになってしまうので足元にも及ばずそういったところを彼から学んでいたりもします。こ、まあ、こんなととを思うと プロ野球人気、ジャイアンツ人気なんていうのが少し小さくなっていっているなんていう昨今ですが、新たに見て楽しむきっかけになってくれたらというのも込めて、こんな動画も撮っております。まあ、以後も折を見て、読売巨人軍、プロ野球のお話はしていきたいと思っておりますので、お付き合いください。では、今日はこんな感じでお別れしましょう。国尾でした。またね。